こんにちは。どうも、スカトロー新庄と。はい、生まれた時からハスキーボイス、おだちです。そして、ちんちんまけまけ話さんのアナチンです。はい、よろしくお願いします。あ、私かみたいな感じで。言いますけれども、あなたもいますか。毎週金曜お昼12時、はい、日本時間の12時ですね。日本時間。FM 高知で、はいはい、放送しております。明日はちんちんまけまけでございます。はい、明日ですね。で、明日の企画が、アナチン、これ、読んでください。おまんら褒めて伸ばしちゃうきね、第1回チン負け褒め1グランプリ。あ、上手に読めたね。 ありがとうございます。上手に読めた、ねっこいわ。ねばっこいですね。最近人に褒められたことあります？最近褒められたこと、うん、あ、でもこの企画の収録で結構褒められた。明日ね。そういう回やから、この回で褒められんようなやつは、ね、この回で褒められんかったらもう多分褒められない。やっぱね、鼻の下も背筋も伸びますよということで、僕ね、小学4年生の時にものすごい、うん、あの記憶に残ってる褒めエピソードあるんですけど、うんうん、あの剣道をやってて、剣道の大会で、うん、僕長崎県対馬ですが、島中の小学生が集まってやる全島剣道大会、うん、はいはいはい、で、結構いるんですよ、何百人かいて、うん、でたまたまあのトイレで大会、うん、委員長みたいな人とトイレが一緒になったんですよ、はいはい、でその人の目の前でトイレのスリッパをきれいに並べたの僕が見られてて、うん、で、まあ、剣道なんで礼儀とか、うん、そういうことがなんかできるのがいいことやって言って、うん、その閉会式で、褒められたんですよ。で、南洋小学校の小田くんちょっと立ってもらえるかなみたいな感じで、うん、みんなの前でバーって立たされて、うん、結構後ろの方やって、うん、遠くやって、でね、いやだからああいうことができるからこそ彼は剣道もねちゃんと今首から下げてる金メダルも、その、まあ、鍛錬の証だと思いますって言って、僕その時銅メダルやったんですよ。あー、恥ずかしいと思いながら。でも銅メダルもすごいじゃん、めっちゃ3位よね、3位、へえ、確かにメダルもらえるだけすごいってことですね。褒められたんですよ。あらち、なんか最近褒められたことあります？褒められたことか、うん、はい、はかない、酔っても。あの、喋らないで。喋らないで、あんまり。いや、女の子は、はかないこと、それが一番大事。うるせえよ、大島ブラザーズ。ということで、うん、褒めちぎる会をやりますんで、うん、ぜひとも明日、12時から30分ちんちん負け負けお聞きください、うん、はい、よろしくお願いします。で、皆さんなんかこんなことやってほしいみたいなコメントもね、うん、ぜひいただけたらですね、アナチンが頑張りますんで、頑張るよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。見てください。お願いします。ありがとうございます。